スノーマン亀梨和也、ついに YouTube 解説第一弾動画に世界中のファンから歓喜の声。カトゥーンの亀梨和也が23日、個人の公式 YouTube チャンネルを開設。解説に秘めた思いや今後の方向性について語り、世界中のファンからコメントが殺到している。インスタライブで解説を発表。亀梨は同日20時30分から、 大切な話としてインスタライブを開催。12月1日公開の主演映画、怪物のキコリで東京国際映画祭のイベントに出席した流れで、ホテルと思われる一室から配信を行った。ここで亀梨は、21時からの YouTube チャンネル解説を報告。配信は21時直前に終了し、同時刻には動画の第1弾がアップされた。 次回には早速ゲストを招くそうで、ヒントとして、身長が高いですね、がつきます。僕のソロコンサートのバックにもついてくれてます、などとコメント。くしくもこの日に個人のインスタグラムを解説したスノーマンメグロレンを匂わせた。